クレメンス6世は、アビニョン補修の時期のローマ教皇。フランス出身の貴族で、本名は、ピエール・ロージェ。教会の組織機構を整備させた一方、ナポリジョ法プロバンス助白ジョバンナから、アビニョン氏を買い取り、全教皇ベネディクトゥス12世が始めた、教皇庁宮殿の建設などを行ったために、財政状況は悪化したという。教皇庁建設には、各地から,からが集まり、 国際ゴシック様式の普及に一役買った。その後者な生活でも知られており、どんな君主も金遣いの派手さで叶うものはなく、気前の良さでも匹敵するものはいない。白天の毛皮を1080枚も所持し、ギャンブルや競馬に打ち競じ、教皇の宮殿は時間を問わず常に女性を歓迎していたという。即位後の1343年。 ローマ市民代表のニコラディ・リエンツォがアビニョンを訪れ、教皇のローマ機関を熱心に訴える。教皇は、コーラの訴えに感銘を受け、第二回青年を実施する旨を定め、コーラに祝福を与えた。コーラは、ローマに帰った後、1347年に、五民館となって、コロンナ家などの貴族層を抑え、死の実権を握る。アビニョンにいた、人文主義者、 ペトラルカも多大な期待をかけていたが、コーラは次第に尊大な振る舞いに出たため、教皇庁からも批判を受け、間もなく失脚、後に捕らえられて、アビニョンに移される。1346年、ヨハネス22世紀の代から対立している神聖ローマ、皇帝ルートビヒ4世を、ハイイカール4世を皇帝に擁立した。1350年の青年には、 多くの巡礼者がローマを訪れたが、教皇がローマに赴くことはなかった。アビニオン補修が終わる時期は、1370年に、クレメンス6世と同盟の王いが、グレゴリウス11世に選出され、ローマへ帰還した1377年である。なお、1348年1月頃からアビニオンは、ペスト化にさらされており、この間に彼は、新しい墓地のための土地を買い入れ、 品種の病人すべてに斜面を与え、病気の原因を探るために医師による死体解剖を許可し、ユダヤ人迫害を弾劾する直証を出した。しかしなすすべなく、同年5月には、エトワールシュルローヌに避難した。代金は8万フローリン金貨。かなりの安値とされるが、その需要さえなされなかったという噂が、その後何年も続いた。また、 これに先立つ1348年3月、彼は、ハンガリー王子、アンドラーシュ暗殺に関わる裁判で序盤なに、無罪判決を下している。国史病ペストの中世史、ジョン・ケリー著野中・邦子役、中央公論新社、2008年、P215、国史病ペストの中世史、P197、国史病ペストの中世史、P216、ありがとうございます。